マイナズショーです。マイナショーは今回サードプラネット焼津というところに来ました。入り口ね、そこから入ったんですけど、そこ、先ほど行ってまいりましたので、ぜひその映像をねご覧ください。店内に入ったらなんか珍しいこのガムのゲームがあった。普通はこういうなんだろう、なんか迷路みたいな感じなんですけど、おまわりって変わってるの、どこやったの、あ、ここ、お、スタート、ここ怖っ、一気に行くのか、おぶっ、行った行った、ここも一気だな、あ、途中下車しちゃった、汚いからこうやって食べる、めっちゃ環境いい、すごい、誰もいないっていうのがやばい、順番待ちシートめっちゃ書かれてますけど、マグロ、え、マグロ来たの、そのマグロじゃねえよ、めっちゃ綺麗なんだけど、毎週金曜日100円4曲、新マジ金、どんちゃんなんか隠されてる、今日何曜日だっけな、太鼓スコアタ、何これ、イヤホンのやつもついてる、すげえ、スコアタなんかある、何、段位、園内薄暗くて園がすんごい綺麗、ここもすごい、最高の音の方が出た、これ多分なんで綺麗かって言ったら、これ多分ね、この当店アルコールで清掃しています、これ頻繁に太鼓を吹いてるかもしれない、うん、なるほどね、裏はなんかすごい、
ショウさんですか。やっていいのか。え？やっていいの。こっち右台なんですけど、なんかオレンジジュースみたいなのついてる。何これ。でも今ではあんま見ない麺だな。何この麺の感じ。さっき取ったガムずっと食べてんだけど、静岡で一番麺っていいんじゃない。じゃあ麺って確認します。でここ三脚とかも置いてあるんで、すごい。でなんか大会もあるらしい。知らんけど。終わった後に気づいたけど、こっちだけマイバチ。グリップ巻いてある。一応書いておきます。店内はこんな感じ。なんか賑やかな雰囲気ですね。じゃあちょっと来た記念にやります。これなんか100円2回らしい。あーでも結構むずいなこれ。あ、惜しい。なんかトトロとか可愛い。あの木の棒なんかスクイーズらしいんですけど、それもいいなと思ったんで100円入れました。あ、結構動くなこれ。頼む。お、いい感じいい感じ。あー、ダメかな。チーン。ということで行ってきたんですけど、メンっていいね。ドンダが多分たくさん来てる。結構マニア向けのゲーセンかな。ゲーセンというか太鼓かな。静岡で一番面でいいんじゃないかな。ということで来たことある方などぜひねコメントよろしくお願いします。暑いです。じゃあ、あとね、会ったリスナーさんありがとね。30分もいなかった。30分いるかいないかぐらいか。30分いるかいないかぐらいだったんで、なかなかね会えたのは奇跡というか偶然というかという感じなので、会えてよかった。ありがとう。